ちょっとこっちから行ってみようかな。ここコロンビアサークルなんですけども、ちょっとですね、ここアーシールですね。これは暑いわ。多分こっちの入り口がコロンビアサークルのこっちの入り口だと思う。ここから入ったことないんで、ちょっとこっちから今日入ってみようかなと思います。まあここもなんか映えスポットみたいな感じですね。まあシャーホンしようとか、あれアプリ流行らすの上手ですね。みんなに動画とかいかにこう使わせるかっていうのが。すごいな、でかいカメラ持ってきて。ベンちゃんのあのカメラもでかかったですけどね、あのミュージカルの時。それ来週なんかベンちゃんのチケットをなんか処理しに行かないといけないですよね。私頼まれたんですよね。ベンちゃん今あの目の ICL をやってですね、日本に1ヶ月ぐらいいないといけない。なんか飛行機すぐ乗ったらダメみたいなんですよね。まあそれはいいんですけど、それでミュージカルのなんかチケットをなんかどっか行ってなんかやらないといけないんですけど、それできないから私に行ってくれって言われてるんですよね。ちょっと来週忘れずに行かないと、それ忘れたえらいことになるんで。こっちがあれか、なんか池ちゃうわ、プールがあるとこか。スイミングプール。これもなんか プールがじゃあなんかそんな大したものかというと、まあまあ普通のプールなんですけどね。まあでもちょっとまあおしゃれな感じがあるんで、誰も泳いでないですけども、こういう感じでやってます。ご飯食べるとこやな。でもうちが行けないですね。こんな感じでですね、皆さん楽しんでます。私みたいにこう一人でですねブツブツ言いながら動画撮ってる人はいないですね。こんな感じで皆さんこう豊かに生活されてます。ここブルーグラスヨーグルト、ここのヨーグルトもまた美味しいんですけどね、量がめちゃめちゃ多いです。これあれ一本飲んだら本当お腹いっぱいになりますね。ここですね、あの蔦屋商店、前中取ったんでもう今日行かないですけども、いっぱい何回かも中取ってるんで、すごいおしゃれでいい場所ですね。これも今日は行かないですけども、こっち行ってみようかな。こっちが昔なかったのに、コロナ中、コロナ明けてから一気にこう増えてきたという感じで。おばちゃん4人は写真撮りに来てますね。
おっさん4人はないですね。50、60歳のおっさんが4人集まってポーズ撮って写真撮ろうなんていう発想は湧かないですからね。でも50、60のおっさんに写真撮らせるアプリ作ったら、逆に競争相手がいないんで、そういうアプリがプラットフォームないんで儲かるかもわからないですね。50代60代のおっさん向けの写真アプリ、ここですね。まあちょっとここの間抜けていきましょう。どんな感じか見て、こうピザハットですね。なんか変わった店なのかなと思ったら、単純にピザハットです。単純にっていうとピザハットの会社に怒られますけど、まあヤムグループですね。ヤムズブランド、ケンタッキーフライドチキンとかピザハットとか、やってますね。こんな感じで、こっちもカフェか、カフェだらけですね。まあでもみんな綺麗に写真撮って綺麗に見せたいという欲求があるから、こう化粧品とかですね、美容整形の分野が伸びていきますね。なんか私一時期調べた美容整形のプラットフォームのソーヤングっていう会社調べたら、株価すごいことになってますね。もうめちゃめちゃ下げてますね。そういえばあのプラ聞かないですね。まあ、まあうまくいかなかったって感じですね。こんな感じでコロンビアサークルです。ちょっとトイレあるな、私ちょっとトイレ行きます。ここのトイレさすがに綺麗でしょう。トイレ見左側って書いてるんですけど、ここか、ここトイレです。ちょっと行ってきます。まあ静かで平和ですね。こっち行くとですね、パンユグルの方に向けていきます。三公里，我是小轮，你是大轮，对。ここですね、パンヨルですね。
あの絵を写真撮ろうと思ったら車が次から次に来るから撮れないですね。これあれですね、撮影前にはカメラのレンズをよく拭かないといけないですね。この間あの私の YouTube ちゃうわ、この iPhone のカメラ写真撮るといつもなんか白くなってて、なんでやろうと思ってアップルストアに聞きに行ったらレンズ拭けって言われましたね。その通り拭いたら綺麗に撮れました。単純にレンズが汚れてただけです。